今日はシリーズオイルショックです。テーマは人材不足が深刻な介護業界で注目されている新たな仕事、こちら介護アシスタントというものを見ていきましょう。介護アシスタントです。資格はいりません。しかも短時間勤務が可能です。週1回3時間からとありまして、道内の施設では高齢者の方が活躍を始めています。岩見沢市の佐藤宗平さん、67歳。去年札幌から両親の残した岩見沢の実家に夫婦で越してきました。知り合いはいなかったね。本当にこの家だけだよね。妻は働きに出ているため、日中は一人の時間を過ごしています。佐藤さんは週に2回岩見沢市内の特別養護老人ホームに向かいます。介護アシスタントとして働いているのです。介護アシスタントは去年道が求人広告費などを補助して試験的に募集した介護施設の新たな雇用形態です。介護士などの資格は不要、勤務は週1回からで、時間も1時間から3時間と短く、時給制で賃金がもらえます。結構一部屋でかかりますね。かかるね。今日丁寧にやってるから。もともと家事はお好きなんですか？好きじゃない。この施設では介護アシスタントに掃除やシーツの交換、利用者の見守りなどをお願いしています。あったかいですよ今日。後で肩もみします。現在働いているのは6人、全員65歳以上の高齢者です。自分がこれから年老いていくし、興味もありましたし、あとやっぱり誰かの役に立ちたいなっていう。施設には少しの手助けがあれば趣味や遊びができる人も多くいます。おお、いいね。これだね、うん、これビーチかける。しかし入浴など本来の業務に追われる職員だけではなかなか時間が取れませんでした。アシスタントの方が年が近く話しやすいという入居者もいるそうです。コミュニケーションが取れれば、利用者さんも喜んでいただければ私もプラスになると、うん、要は一人じゃないんだなって。もし病気になった時でも障害があった時でも、あ、ここの施設っていうところがあるんだということが実感としてこう想像できるというか、働くっていうことで知っていただける方が多くなればいいかなと思います。札幌市豊平区の特別養護老人ホームでは7人の介護アシスタントが働いています。こちらの女性、結婚して30数年のベテラン主婦です。この施設に週4回毎回3時間勤めています。仕事は食器洗いと洗濯です。ここまだ少ない方で、多いところはこれが山盛りになってる時があって、はい、88人の入居者が8つのユニットに分かれているこの施設、洗濯室やキッチンも8つあります。10人とか12人いらっしゃるので、お風呂入った時は本当に全員入ると結構な量がありますね、はい。洗濯物を干し、乾いたものを畳んでカゴに入れる、職員が毎日 1,2 時間かけて行っている作業でした。いつも終わった後ね、ありがとうって言ってくれるのね。でそれが一番やっぱり私にとったら、ああ私こんな私でも少しは助けになってるのかなとかと思って、それはすごく私も嬉しいです。こちらの男性は施設内の物品管理を任されています。1階にある大きな倉庫から館内に4カ所ある物品庫に足りないものを補充します。
なかったら皆さん働けないですからね。手袋だとか、そうですね、ちり紙だとかというのはやっぱり大事なことだと思います。およそ50種類の日用品を何往復もして運びます。この作業も職員が手分けをして毎週1回3時間ほどかけて行っていました。初めてですけど、やっぱり皆さんのためになってやりがいがありますんでね。介護アシスタントがいることで、介護士は入浴、食事、トイレなど本来の業務に専念できるようになりました。お洗濯もそうですし、お茶碗もそうですし、その中で会話、コミュニケーションを図ったりとか、完璧にこなすっていうのが難しいのが続いていたので、本当に入ってくださったことで助かることばっかりですね、今。職員の残業時間も減り、勤務環境の改善にもつながりました。食器洗いと洗濯を終えた佐藤さんが別のユニットへ移動します。3時間ほとんど休みません。普段何もしてないので足腰丈夫なっていいかなとかって、徐々に要領も分かって早くなりますから、どんな方でもできると思いますよ。職員のモチベーションやりがいにもつながると思いますし、逆にアシスタントの方もこう生きがいとかそういうのにもつながっていってると思いますので、相乗効果が期待できるんじゃないかなと思います。介護アシスタントっていうのは介護福祉士さんの補助をする人ではないんだね、要するにね、うん、そうですね、お手伝いしてこう例えば体をこう動かすとか、うん、そういうことのヘルプをする人ではなくて、はい、今まで介護福祉士さんが本来やるべきことではなかったことをやってたので、うん、そこの部分をやってもらう人なんだ。逆に言うと介護福祉士さんっていろんなことやらされてたってことなんだな。掃除洗濯をしていたっていうのは思いますし、もうそれだけ規模が大きければ大きいほどそれにかかる時間もかなりかかりますよ ね、まあ、しかも私も男性ですけれども、男性って女性と比べると家事が苦手な方って多分多いと思うんですよね、うん、私も洗い物ってもう本当にどちらかというと好きではない方なんですけれども、はいはい、そういう負担が原因でこの辞めてしまった、作業が負担になって介護士を辞めてしまったって人もいるんですって。実は、まあ、中にはひょっとすると それをするために僕なったわけじゃないよ、うん、私なったわけじゃないよっていう人もいるかもしれないですね。そうですね。一方で高齢者の方々は、まあ、先ほどの岩見沢に引っ越したばかりで、はい、まだ知り合いがいないなんていう方もいるでしょうし、働くことに生きがいを感じてるって方もいらっしゃるから、うん、短時間でいいって言われたら、あ、じゃあやるわっていう人いるよね。そうですね。それで賃金をもらって、ね、じゃあお孫さんに新しいおもちゃ買ってあげようかな、はい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 、来月ちょっと温泉旅行行こうかななんていう楽しみもできるわけですよね、うんうん、そしてですね、この取り組みは去年道が初めてモデル事業としまして補助金およそ1700万円を出しました、はい、で道内12の施設が実際に募集をかけて、うん、75人が介護アシスタントとして雇用されました、はい、大変好評だったので、うん、今年は補助金を増やして参加する事業者を募っているということなんです。これね、ちょっと僕が気になるのは、はい、一方でボランティアにお願いしているところってのもあったと思う。ありましたね。でもこういう話でお金が出るってことになると、やっぱりそっちっていうことにな、うん、まあ、僕はボランティアってよしあしだと思うんだけど、はい、これはどうなの？ちょっと大きい画面で見ていきましょうか、うん、まあ、この次の画面ですね。介護アシスタントというのは、はい、介護アシスタントは時給810円以上が保証されるわけですよね、うん、一方でそのヒロさんの言いました完全無償のボランティアだとか1時間100円からの有償ボランティアというところを導入している地域などもありまして、はいはいはい、じゃあこの住み分けをどうしようかというのが、まあ、今後施設側としても悩ましい課題になってくるわけですよね。ただそんな課題もありつつも、この介護アシスタントというものは介護業界の人材不足を打開する大きなヒントの一つになることは間違いなさそうです。以上、特集でした。